はい、というわけで移住場所前まで来ました。東京国際フォーラムで私も大好きなやつが待ってますんで行きたいと思います。今日のファッション、はい、というわけで第一にたどり着いたんですけど、はい、ここですね、国際フォーラム。自転車が放置されてますね。ちょっと花粉症なんですいません、フル装備で。大人の街って感じがしますよね。うわ、見てすごくない、これお花畑みたいな、なんだろうこれ。じゃあ行こうか。東京国際フォーラムにはね、僕の大好きなシェイクシャックが入ってるんですけど、今日はそのお隣にある私のまたまた大好きなクリスピークリームドーナツ、今回で3回目ぐらいのバーバパパとコラボレーションがあって、それの中プラチナム会員の先行お渡し会みたいなのがあって、ちょっとそれに行ってきます。これが東京国際フォーラムです。でかいです。アイコンのライブに来たことありますね。謎の石もあります。すごい、なんか召喚でもするのかしら。美味しそうです、美味しそうです。ちょっと時間までまだあるんで待ちたいと思います。あ、すごい、かわいい、かわいいですね。美味しそう。あ、すごい、帽子もいただいちゃったんで、パパが来るのを待ちたいと思います。パパすごい、穴が開いてる、お尻に。ありがとうございます。パパー、あー、手振った、パパが。パパもお疲れだと思うんで帰りたいと思います。ありがとうございました。パパありがとう、いい日だった。これレモネード美味しい、すごい美味しい。おはようございます。てなわけで、昨日のお渡し会でいただいたこのバーバパパドーナツ、本当だったら明日発売らしいんですけど、これちょっと朝ごはんにいただきたいと思います。まず箱がさ、めっちゃプリティフルじゃないですか。でちょっと心配なのが、昨日帰宅ラッシュに遭遇しまして、めっちゃ満員電車でさ、この帽子もすごいボロボロになっちゃったし、箱もさ多分クシャーみたいになっちゃったと思うんですよ。中身が可愛い状態で保ってるかわかんないんですけど、開けたいと思います。バーバパパファミリー、いただきます。オープン。ギリギリ生きてました、みんな。よかった。黄色い子がバーバズレアチーズハート。オリジナルグレーズとチョコグレーズ入ってて、ピンクがバーバパパカスタード。つぶつぶしてるのがバーバモジャ。かわいいです。みんなほらハートの形になってるんだよね。ファミリーもいっぱいいますと。昨日人生初のバーバパパとご対面したんだけどさ、次の日に食べるのってちょっと申し訳ない気もしちゃうんですけど、まあまあまあ仕方ない仕方ない。ああ、オッケーオッケーオッケー。やっぱ子供から最初行っちゃうとかわいそうなんで、一思いにパパから失礼します。バーバパパのキャラクター紹介みたいなのも書いてあるんだけど、パパはね、何にでも変身できるっていう特殊能力があるらしい。僕ちっちゃい頃バーバパパのアニメーションとか見てたんだけど、そんなの全然知らなかったですね。じゃあいただきます。いちごチョコとカスタードですね。お、おはようございますだ。いちごチョコの発色がすごいいいから、うわめっちゃ甘いんじゃないみたいな思ったんだけど、甘さより酸味の印象が強くて、朝一発目にぴったしみたいな感じですね。今目とか顔面部分一緒に食べたらさ、一気にミルキーな牛乳感が加わってて、しかも昨日一緒に写真とかも撮ったからさ、やっぱ距離感が多少縮まってて余計いいねって思いますね。もじゃ、バーバもじゃは芸術家だって。もじゃもじゃな男の子。前に動画も出したんだけど、クリスピークリームドーナツってエルモとかミニオンとかともコラボレーションしてたんだけど、確かバーバパパのコラボは3回目ぐらいなんだけど、僕このバーバパパのコラボレーションすごい思い入れがあって、僕が自分で買ったクリスピークリームドーナツの一番最初がこのバーバパパコラボだったんですよ。でそのきっかけが、ヒカキンさんがバーバパパのドーナツ出ましたみたいなやつやってて、めっちゃ美味しそうじゃんと思って買って食べてみたらめっちゃ美味しかったの。もともとクリスピークリームドーナツってまあ存在知ってたし、もらい物とかでもらうこととかあったんだけど、自分で買うってことはなかったのね。でいざ買ってみて、うわめっちゃ美味しいじゃないですかみたいな感動したのを覚えてます。ということで、クリスピークリームドーナツもともと好きなんだけど、このバーバパパとのコラボは一番思い出に残ってるというか、だから僕がヒカキンさんの影響を受けて買ったみたいな感じで、この動画を見た皆さんも思い出に残ってもらえたら嬉しいな。外もチョコだし、中もチョコクリームなんだけど、うわ、チョコくどいなっていう感じが一切しないの。というのも、この生地がさ、あまりにもふかふかすぎて、チョコクリームパン食べてるみたいな。気持ちがいい。うん。
うわ、美味しい。いただきます。バーバズーは愛がいっぱいの人気者。心の優しい男の子。レアチーズみたいな書いてありましたね。でさ、思い出の第1回の時は、4匹いたのかな忘れちゃったんだけど、めっちゃ美味しいなと思ったのが、バーバララだったのかな、メロン味のバーバがいて、それがとにかく美味しかった。また戻ってくるのを楽しみにしてましょう。イエイ。この色味もあって、すんばらしいぐらいに爽やかですね。外側カスタードの中レアチーズみたいな感じなんだけど、レアチーズのきつすぎないちょっと優しめな酸味が心地いい。しかも冷蔵庫で一晩寝かしてるから、クリームもひんやりしてて、なおいいね。ごちそうさまでした。ってわけで3匹とも得意とする分野が違って、あ、それぞれいいなと思ったんですけど、個人的におってなったのは、バーバズーのレアチーズクリーム。カスタードとかチョコクリームって割とどこにでもあるんだけど、このレアチーズ風クリームっていうのは、おってなりましたね。てわけで僕、ハイパーインドアで、なかなか外とか出ないんですけど、ちょっと今年からはこういうイベントとか、いろいろ外に行ってみた、みたいな感じで、素敵な思い出をたくさん作れたらなって思いました。皆さんもぜひ、バーバファミリー食べてみてね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントもよろしくお願いします。ではまた。やっぱ日常に追われてるとさ、その外側のことって、なかなかお尻重くて気が進まないんだよね、みたいなあるじゃないですか。ちょっと今年からはなるべく外側に歩いていきたいなって、思いましたね。